まあ、あと1曲しかないんですけど、このゲリラパフォーマンス、最後まで楽しんでいってください。今日はありがとうございます。じゃあ、最後は私の曲をちょっとみんなに一緒に演奏してもらおうと思ってます。じゃあメルトビター。ねえ二人とも分かってたの、何度心絡めても日に日にほどけていった。赤色の糸、愛してる愛してるなんて言葉だけじゃやっぱダメみたいだ。運命だと信じてたい。
当すごかったね。楽しいね。はい、というわけで無事ゲリラパフォーマンス終了しました。いやー、本当みんなありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。本当佐藤もかちゃんありがとうございました。ありがとうございました。今お互い岡山出身なんだけど、今東京在住で、はい、わざわざ本当このためだけに岡山に来ていただいてありがとうございます。いやいや、もう本当に最高に楽しすぎてやばかったです。いや、ほんますか。はい、いやいやいや、本当に楽しかったね。そして今回ですね、もうこの辺あれですよ。僕の高校生の時からの友達、そしてここももかちゃんね、高校生からの友達。そうそう、もう今回のパフォーマンスはもう友達によって成り立っておりました、ね、なんかすごかったね。もうゲリラライブじゃなかったっすね。ライブでしたね。ただのライブだったね。普通にもう最初のスタートの時点でお客さんがもうさあ、ちょっと僕の最初の当初の予定とはだいぶずれちゃったんですけど、でも本当ね、楽しかったですね。はい、はい、島村楽器の、秋山さん、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、ここだけがね、本物の店員なんですけど、はい、結局ね、秋山もね、もう高校生の時からの友達で、はい、一緒にバンドしたりと、バンドしたりとね、ツアー回ったりと、ツアー回ったりと、本当ね、もう長い付き合いですね。いや、もう本当、どうでした今日は。まあ、途中ちょっとライブらしい、ね、ハプニングもあり、はい、何より終わってよかったなと。本当に本当に、うちとしては、こんな盛り上がったの、岡山が初めて。マジっていうぐらいなんで、あんなに島村楽器のイベントでいたの初めてぐらい。ほんと、嬉しい、嬉しいですね。うん、そういったまたぜひやりましょう。もう第2弾、第3弾、うん、ねえ、やりたい、やろう、やりましょう。バンド組むかもこれ。組みてー。ちなみにここ、島村楽器オンボール岡山店は、どういった特色があるんでしょうか。実はこの岡山店、エフェクターだったりギターが全国の島村楽器のトップ5に入ったりとか、売れ行きが、置いているものもかなりマニアックなものが実はこの硬い中で置いているという、じゃあちょっとそういう機材オタクの心をくすぐるようなアイテムを取り揃えるわけですね。あと教室とかもやってるんですか。教室ももちろん、なんなら教室で教えてるドラマも僕の同級生だったりするんですよね。、はい、そんな感じで岡山はね、友達で増えております。本当に今日は皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しい一日となりました。じゃあ、よかったら、チャンネル登録、そして高評価ボタン、そして、佐藤もかちゃんのチャンネルの方にもコラボとして動画上がってますんで、ぜひこちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。